アナウンサーとは、自身の声により不特定多数に対して、情報や指示などを伝達する職業。講義では、テレビや、ラジオなどの放送メディア、ビデオテープや、CD などの記録メディア、競技場や、ホールなどの公共の場において、多くは、マイクなどの音響機器を通じ、不特定多数に対して、情報、指示などを、自身の声で伝達する職業である。 通常の語義としてのアナウンサーは放送メディアのアナウンサーを指す場合が多い。事前に原稿が用意される場合とアドリブで内容を組み立てる場合がある。前者の場合は明瞭な発音、語彙や文法などの言語知識、適切な間の取り方など誰にでも聞き取りやすく話す技術が求められる。後者の場合は 前述の技術に加え、刻々変化する状況、情景を言葉にする表現力やこれらを読み解く、洞察力、そして突然の状況の変化に慌てない、対応力などが求められる。このため、就職後の研修は厳しい。さらに極穴採用試験は長難関であることから、多くのア穴フリー穴志望者は、アナウンス学校に入校し、大学在学中に、 喋り手としての基本技能や試験対策を教わっている。一般にアナウンサーと呼ばれる者はテレビやラジオ放送の進行を務める人で、日本での職務は番組進行やニュースキャスター、天気予報から CM まで多岐にわたるが、他国ではあまり多くない。番組のオープニングでテーマ曲に合わせて番組名と出演者をアナウンスするのがその一つ。 日本では少なくなったが、ラジオドラマで出演者、スタッフの紹介をアナウンサーが担当している。また、放送の合間に、チャンネル名や次に放送する番組の読み上げ、番組宣伝のナレーションなどを専門とする国もある。民間放送では、番組を提供する、スポンサー名の読み上げも重要な業務の一つである。ニュースや、天気予報などを伝えることも黎明期から、 業務内容となっているが、専門家が進んで、記者や予報士が担当するようになった番組もあれば、放送時間が短い等で、アナウンサーの業務として残っているところもある。アナとの略称が使用されることも多い。放送局同士のコラボレーションにより、放送局所属アナウンサーが他局に出演するというケースもある。メディアによりアナウンサーの好感度調査も行われている。 別称として、放送員という表記が使われることもある。日本では、太平洋戦争勃発後の1942年4月から1945年8月の敗戦まで、いわゆる適正後狩りの影響から、日本放送協会のアナウンサーのことを、放送員と称していた。また、朝鮮民主主義人民共和国では、朝鮮中央放送及び、 朝鮮中央テレビのアナウンサーを放送員と呼んでいる。ジムロス、ワールドレスリングエンターテイメントのアナウンサーパブリック、アドレスのアナウンサーは、競技場など、実際の現場で仕事をする。そして、イベント参加者に、パフォーマンスや、話して、選手、特典、反則行為、その催しの結果についての情報を与える。新人アナウンサーが、 初めて放送でアナウンスすることを、初泣きという、ありがとうございます。